日本東京都千代田区二番町二番町は東京都千代田区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実施区域。郵便番号は102-0084。東京都千代田区の西部、麹町地域に位置する。また、一番町から六番町までで番町と一括りにされることがある。北部は四番町、六番町にそれぞれ接する。 東部は一番町に接する。南部から西部は工事町に接す,する。主に商業地として利用されている。商業ビルマンション等の高層建築物が多い。セブンアイホールディングスやその子会社のセブンイレブン、ジャパンや伊東洋華堂の本社ビルが位置している。2004年に港区東新橋の塩止め本社に移転するまで日本テレビの本社はこの二番町にあった。 このため、視聴者用郵便物の宛先は、麹町郵便局の支所箱となっていた。また2007年まで、大手製薬会社、津村の本社ビルも所在していたが、土地建物を売却して、港区赤坂に移転した。現在の二番町は、元、下二番町とされた町域を1938年8月1日の区画整理によって、町名変更したもの。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域の中央を南北に日本テレビ通りが通っている。また、東西に番町通りが通っている。南部では、 新宿通りが近くになる。鉄道駅は、市内に地下鉄有楽町線、工事町駅がある。また西部では、四谷駅も近く、こちらも多く利用される。工事町駅で入り口日本テレビ、工事町分室。ありがとうございます。